訂正がございます ね、 そうだね。先ほど私が使わせていただいた編成の武器グラシーザーでございますけれども、排水が一個も機能していない状態で装備していたことをご存じします。最終上限されていないの、まさかの、ただただ100レベだけのグラシーが6本バーッコンテクストで自分1でダーッしただけで2本だけ一応排水来たのに、それだけ、それは弱いわけだわ。違反に来ないから、来ないからか。そうね、自分の目で確認しなかったから。こういうの何で知ってたっていう人は何か気づいてない、そうなんじゃないって、ね、コメントの方でもね多分いたかもしれないですけど、まあそんだけでね、排水本当は素敵なスキルですので、もうちょっと戦える、もうちょっとやれるんですよ。コメントでただの抱き枕やんけってな。確かに本当だ、抱き枕6本入れてただけだ俺。ねえ、それでも楽しいグラブル、これからもよろしくお願いします。はい、というわけで続いてのことは何ですか。はい、ここからはですね、恒例のここだけレポートに行ってみたいと思います。楽しみ。はい、ではじゃあまずはスタンプ、ビーラセットで表示設定がされているものランキングを見たいと思います。ビーラセット嬉しい。これなら分かるんですかね、これね。はい、お疲れ様でした。分かりやすいものがね。私もビーラセットよく使ってる。嬉しい。ガチャが来ると怖いんだよな。僕ソイヤよく使います。ソイヤね。ソイヤ何入ったって思いましたけどね。嬉しかったけど。いやいや、やっぱソイヤありでしょ。嬉しい。はい、みんなも言った方がいいよ。言ったら叶うんですか。でもあの結構実現してるよ。ベテランのキャリア感でね、あの言うのやめてる。怖いやつ、コメントしないのに。その代わりニコ生のみんなを味方につけないとダメだった。セグイ。それはこれ後でやってもらう。大丈夫。さっきの休憩中にやってもらった。今偉い人じゃってやめなさい。次のデータいきますよ。はい、ここからは恒例の10点集についてのデータです。まずは10点集加入状況です。うん。どや。はい、もうだいぶ増えましたね。すごいです。すごいな。面白いのは、その7、8、9、10人ぐらいのところから人数の推移がちょっと変わってるのが。そうなんだよね。減って増えるっていう。そう。ね、やっぱもうここまで仲間にしたら全員っていう感じなんですかね。まあ、9で止める人はあんまりいないかもね。10までいっちゃうかも。確かに随時10に移行していくんですね。そう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 。中村さんも結構。いや、もうその質問すんの。10点集はもう全部終わってるよ。天井日だといらっしゃいますから。そうなんだ。ケロッとしたお顔で。いつの話したんだ。すごい、これ。貢献してる次のデータです。次は最終上限解放された10点集です。これがまた、はい、はい、これだけもう最終上限されてるっていうことですね。増えましたね。これはこれは僕は110人とかです。すごい。今古戦場待ちなんですね。武器待ちってことですか。武器待ちです。来月待ちです。来月待ち。来月仕入れてる。そんなあれですか。なぜ物を仕入れるんじゃない。おろし待ちなんです。降りてくるの待ってる。もすごい。何でもね。続いて10点集加入数となります。はい。こちらですね。なるほど。どのキャラが10点集です。フィューフだ。フィューフ頑張って。私は最終条件解放してるよ。素晴らしい。もーちゃん、サラーサが。はい。サラーサが3番目に人気ですね。グラビティゼロがね。サラーサには何でしたの。あ、グラビティゼロ。あ、先言っちゃったじゃねえか。せっかくのコメントところが割と実用的な意味合いで取得されたと。やっぱ打ってみてどうですか。あ、本当気持ちいいです。ありがとうございます。いただきます。いいコメント。では最後に最終上限解放された10点集です。はい、あんまりまあ変わらないですね、さっきと。そうですね。まあ持ってる人が少ないな。まあね、持ってる人が少ない。もう同じくらいの仲間だったウーノが一気に走ってっちゃって寂しい感じですね。いやー、ウーノは持ってる人の半分が最終上限かもしれないですね。それもすごい数字ですよね。他のキャラとはちょっと違いますね。最終解放することで進化をより発揮する。そうですね。めちゃめちゃ強いからね。はい。ではじゃあ次はクラスフォージョブ獲得状況です。どうでしょう。おっ、おー、軒並みねえ。まあまあもう前半の義足ぐらいまでだったら結構な人がもう取ってるってことなんですかね。レスラー頑張れ、レスラー。レスラー意外と取ってない人もいるんだ。そうですね。レスラー強いレスラー。さっき使えって言われてどうしたよね。前回
前はカオルスーダーがなんか低かったらしいんですけども、うん、上位に食い込んできてるっていうところと、うん、ハンドドッグも最下位じゃなくなったっていうことらしいですね、まあ、入れ替わっただけですねこれ、はい、前回はちなみにベルセルク、ウォーロック、セージ、エジシオン、カオスルーダー、スパルタ貴族、レスラー、アプサラス、ハウンドドッグという順でした。ちょっと入れ替わってます ね、うん、さてお次はこちらです。 EX ジョブ獲得状況です。はい、圧倒的に侍。あのイベント台風だから、そうですか、刀剣乱舞、刀剣乱舞、それで取れましたから。あとはまあトントンなとこですね。忍者多いですね。そうですね。結構昔に出たやつですからね。最初にみんな取ったっていうことですかね。さてお次からちょっと気になるデータです。アーカルム召喚石所持数です。はい。早速、はい、圧倒的にザ・サンがダントツで人気ということになりました。どんな能力か、これは能力というより火の攻撃力がサブに入れると上がるか、うん、そうだ、結構みんなね、メインショーにそうです、アーカルム出た後、古戦場はこれ火しかまだだから、だから多分次、光が増えるんじゃないかな。あ、次の古戦場に向けて、ね、結構みんなね、サブの召喚効果を気にしてる方も多いですね、はい、ではじゃあ次、アーカルム召喚石上限解放段階です。はい、ちょっと円グラフでは小さすぎて見えないんですけれども、うん、SS レア化を達成した人がなんと1名います。ちなみに召喚石はザ・デビルです。あ、うん、1人すごいね、1人ってすごいですね。これだってもう運でしょ。確かに今のところはそうです。これ2月27日時点になります。この後なんかデスをなんか SS レアまで持ってった人はなんかツイッターで見ましたね。あ、じゃあ徐々に増えてくる、まあ、出てきてるんですね、はい、ねえ、また次のデータの時どうなってるか気になりますね、うん、楽しみですね。ではじゃあ続いて王竜黒麒麟武器最終解放状況です、うん、はい、こんな感じ。麒麟が圧倒的ですね、うん、あ、やっぱそうなんですね、うん、弓と弦が強い、ね、やっぱ上限を突破したいって人が多いみたいですね。確かに届いちゃうとね、うん、もう何パーが欲しいですもん ね、うん、はい、そしてお次は陸道普天玄魔所持状況です。はい、おお、こちらですね、うん、56.2%、 結構みんなねゲットしてますね、うんうんうん、そしてこれを真に変えた方、うん、所持本数別人数となります、うんうん、はい、もうこれね、だからいつも思うのよ、なんでどうやって絶対1人いるんだよ。あと14は何なの、打ち込みます。来るべきそのうち来るかもしれない20本編成とかの時に向けてんの、7から上一気に14ってすごいね。意味があるの、その間がいないんだもんね。いや、だからもうなんか意地なんでしょうね。自分でタイムアタックをしてるわけでしょ、その期間中何本取るか、ね、毎回ソロエルマンがいるんです。いや、すごいな。さてお次は、ここからオメガウェポンについてです、うん、まずはオメガウェポン作成状況、こちら武器種別となります、うん、まあ剣だよね、うん、まあ圧倒的に剣ですね。短剣がもう短剣息してる、短剣が、いやいや、刀は息してんな、息してる、弓も楽器も負けてない、弓が微妙でね、弓と短剣が危険じゃないか。俺ホイールぐらい薄いっすよ。目いいんだけど、見えるんだけどな、斧はいるね、斧はいる、斧はいる、弓が変えればよかったんじゃないか。短剣ぐらいちょっと弓が怪しい、いや、これはまずいです、弓はいるじゃないか、弓はちょっとこれちょっともしかしたら、テコ入れも難しいか、刺繍だもんね。でもなんとかして、ね、息してほしいですね。息してほしい。はい、こんな感じです。ではじゃあ次はオメガウェポン作成状況、こちら武器種属性別となります。うん、はい。はい、あ、こちら土が圧倒的ですね。あ、やっぱりね、うん、やっぱりね、お土のいい剣がないんですよ、ね、あ、そう、うん、あ、じゃあここでゲットしよう、連撃も稼げるしっていう、そうですね、続いて光水という形ですね、うんうんうん、はい、え、最後にオメガウェポンスキル解放状況です。はい、お、圧倒的に闘争とベータですね、連撃とアビリティダメージ上限、うん、そうですね、私もこれで作ってますね、うん、うん、
はい、ではですね、お次はここまでいろんな所持状況や作成状況など見てきましたが、ここからは皆さんのランクや設定などのプレイヤー情報を見ていきたいと思います。はい、まずはランク151以上の機空士のランク分布です。昨年夏の放送では175以上は 10.9% だったのに対し、なんと今回は 20.8% と倍増しております。増えましたな、増えたね、上がりましたな。さあ続きまして、ランク別称号設定数ランキングです。おお、おお、あ、やっぱでもランク150以上になると10点集もうあれになるんだね。これになるんですね。革新ステータスだね。そびえ立つクソって何のやつですかね。何でもらえるやつ、イベントだこれ。年末のあれです。ライトビハインドユー。ああ、ライトビハインドユー。イルザのセリフです。ああ、そうだ。それが勝負になってんだ。そうそうそう。ありましたありました。これなの。人気があるねやっぱね。それ2位なの。しかもそのみんな楽しんでるね、ゲーム。ゲーム楽しんでる。楽しんでない人頭おかしいよね。はい、ではじゃあ続いて、設定人数1人の称号となります。出ましたね。はい、こちらは2018年7月7日0時頃時点でのデータとなります。2月7日、はい、船ちゃんは強いの、はい、イベント系が多いですね。ああ、ランランランゲルラレスをつけてる人がいるのがすごいね。でもおかしくないですけど。面白いね。意外と一人なんだ。でも一人なんだ。よう選んだなこの人。カタリナからチョコレートを2個もらうと未知との遭遇がもらえるんですね。やば。一人なんだ。これ一人なのかな。結構7日時点だから、その多分バレンタイン始まってなかった、ないから去年からつけ続けてた人。ああ、じゃあそれはそれですごい、少し増えてるかもですね。さてお次は推しキャラに設定されているキャラクターランキングです。夏の生放送からトップ3は変動ないんですけれども、10点集が上位に入ってきておりまして、10点集を加入させた機空士が増えてきたということが見えますね。リーラさん、ナルメアさんね、ありがとうございます。23位にユーシスも入ってる。わー、ありがとうございます。すぎちゃん17位ね、ね、結構新しいキャラクターとかイベントキャラクターもいますね。この胸チカが入ってるあたりも結構その女性ユーザーが設定してくれてるってことなんですかね。バチェラとかも入ってるしね。ダメだな、なんかステータスが上がるからっていうだけでつけてんだけど、もうちょっと頑張んなきゃダメだな。スーチになってるね。ガチですね。次はメインクエスト、フリークエスト、エクストラクエストのお気に入りクエスト登録ランキングです。そういうのも調べられるんですね。メインクエ、フリークエはですね、転生機の強化素材集めで人気の場所が上位に来ているようですね。はい、でエクストラではやはりヘイロー、極豪の試練が人気となっております。はい、ちなみに1位になっているもののドロップとしては、古代樹の葉、古代犬の砂レンガがドロップをしている。あ、これ私を捨ててまあそうですね、結構やっぱりね、ちょっと 出づらいものばっかりがね、結構みんな、登録されてますね。はい、ではじゃあお次です。お次は属性別サポーター召喚石設定ランキングとなります。はい、はい、かぐや、クリーバスね。やっぱドロップに関係するものですね。はい、続いてマルチバトルのクリア状況などを見ていきましょう。次火ですね。今フリー召喚。なるほど、一個属性別で。あ、属性別か。今のはフリーなんで。ごめんなさい。そしたら次は火の設定ランキングです。はい、はい。シバでもそれだけもう持ってる人がいるってこと。みんなそんなシバ持ってる。やば、みんな持ってる。みんな白チケだろ。みんな東大だよ。バカな、ヒロは癒しだよ。ヒロ癒しだよ。じゃあ次図を見てみましょう。はい、水です。水どうかな。あ、リバーユーザー、ちょっと安心した。そうなんだ。でも人の目にバルナ、ここはバルナじゃないんだ。バルナはまたね、武器揃えるの結構ハードル高いのかもしれないですね。そしてお次、土です。はい、こちらもマグナですね。ゴッドガードが2位に迫ってきてる。どうなってんのみんな。いつか入れ替わるかもね。怖いよ。次風です。はい、やっぱりあたしのグリーム、グリームに入れてる。グリームにいるはまだ7位ですよ。持ってる人が少ないから。持ってる人少ないですね、グリームにいるは。では
ゃあ次光です。おー、はい、まあ、まあまあ、この辺はまあまあわかりますね、うん、そしてでは闇です。はい、バハムート、うん、はい、頑張れ。そんな持ってた結構みんな持ってるんですね。そうですね、納得ですね。ではじゃあ続いてマルチバトルのクリア状況など見ていきましょう、はい、まずは初回自発討伐時のランク帯開口黒銀の翼 HL からです。はい、あ、やっぱ100だいたい120から129の間が初討伐が多いってことなんですね、うん、そうですね、ちょっとやってみるかってなるのかな、ね、でも意外とこの200になってから初討伐って人もいますね。すごい、逆に何してたんだろう、それまで何と戦ってたんだろう、永遠で倒した、どんなやり方してたのか分かんないですね。そう、あ、人のには入ったことあるけど自発がない。なるほど、そっかそっか。はい、ではじゃあお次はこちら降臨朝廷の翼です。あ、はい、ここに来るといなくなりましたね。うん、100はないです。ここだとね、みんな結構やっぱり100ぐらい、でも早いんですね、うん、やっぱプラス4を取るためにもね、銀点必要だったりしますから、うん、必要になって戦うみたいな。はい、ではじゃあお次はこちらです。神殿の教会黄昏の最果てとなります。はい、はい、うん、高流ですね、真ん中ら辺がやっぱり意外に高い。そうですね、高いですね。これってちょっと意外ですね。そうです、もっと早く倒してもおかしくないの、ね、え、ではじゃあ続いて壁天の境界四殿の黎明黒麒麟です。これは低いんですね。あ、さっきよりは、うん、へ、これの方が早く倒したいでしょうね。そうか、武器とか欲しいですもんね。続いて進撃究極の竜です。アルバハですね。アルバハ、ノーマル、ノーマルアルバハ。うん、うん、高い。これ200。これでも結構130とか。うん、うん、これ実装した時点でランクの高い方も、もうすでに、うん、そうですよね、うん、上がってた人だと。入った瞬間にもうランク200だったみたいな。うん、そうですね。まだ100に行ってない人でも戦ってる人いますね。80からで呼び出せるんだ。ノーマルは80から。あ、そうです。あ、ではじゃあ次 HL の方を見てみましょう。130です。はいはいはい、これは3冠ね、ランクが130からということなので、うん、これも結構 どっちなのかなっていうのはありますけど、ね、実装時にもうランク高かったのか、うん、たまた、うん、そうですね、そうですね、結構140ぐらいになると勝てる気は結構しないですね。え、じゃあね、ここだけだと結構厳しいですね。ではじゃあ続いてはランク帯別マルチバトルクリア状況です。こちらも順番に見ていきましょう。おお、はい、これちょっと細かいですけれども結構難しい、何を見せられてるのかな、分からないんだよね。まあ、ちょマルチか、あ、マルチのマグナ、うん、マグナを倒どんぐらいクリアしてるかがパーセントで分かれてる。パーセント見えない、おじさんたちが目が痛いっていう後ろのお三方さらに遠いところに見えるんで、全然見えない、視線が近づくと思うから、だいたいでもランク60ぐらいからみんなマグナを倒してます。まあそういうガイドラインな感じしますもんね。そうですね、見てマグナを揃えていこう。ヒットカットすげえ並んでるみたいに高いのは、はい、次マグナの HL 系です、うん、はい、ちょっと変わらんな、うん、これはでもこれ110ぐらいから、ね、そうだね、119とか110、うん、この間で倒し始めるみたいな感じですか、ね、まあ、なんとなく勇気が出てきてってとこですかね、うん、次はフラムグラスなど、うん、召喚ですね、うん、まあ、もっと細かくなった、うん、これはねやばいですけど、模様に見えてきた、なんか110からですね。色合いなんかよく見てるとなんか絵が浮かび上がるみたいな。そうですね。ちょっと目をぼやかしてるみたいな。絵がちらちらする。じゃあ次はアテナなどの、うん、召喚です。お、ここまで来ると200の人ですら 100% になってないですね。本当だ。本当だ。まだやってない人、リッチとかね。これなんでだろう。まだ。むしろやる必要がないって思ってる人かもしれないし、もはやな、必要にまだ駆られてないのか。なるほどです。なんとなく自発してないだけとかも、まあ、うん、まあ、救援だけでやってたりとか、うん、そうですね、あとはやっぱりさっき言ってたようにリッチとかは倒す必要がない人もいるかもしれないです。まあまあまあ、救援だけで事足りる、自発しなくてもね、素材は集まりますからね。そうそう、武器を取りに行かないんなら、うん、そうですね、確かにそうですね、お次は HL のマルチになります。はい、うん、HL になると大体140ぐらいからまあまあ参加していくって感じですね。そうですね、うん、
ローズクイーンはやっぱりでもその中でも早いですね、うん、そうですね、うん、私も初めてやった HL はローズクイーンです。あ、俺もだ、はい、そうね、ねえ、アポロンがすごい高いんですね、まあそうですね、うん、弱いからですか、うん、弱いやすいからかな。はい、ではじゃあ次 HL マルチその2です。はい、プロメテとかですね、うん、強いやつなんですね、まあ、これになるとやっぱね、うん、ちょっと150とか160じゃないと倒さないですね、うん、おプロメテウスが一番倒されてる。プロメは弱いですね、ね、倒しやすい、倒しやすいね、うん、はい、というところでした。はい、とここまでいろいろ数字出てきましたけれども、うん、お次はいろんな交換アイテムについての情報です。はい、まずはシェロカルテの特別交換券での交換ランキングです。来た、皆さん来ましたよ。あ、そう、興味深いね。出た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 、こちらはですね、対象期間がありまして、去年の9月1日から今年の2月26日までのデータとなっております。2月26日入ってるね。あの1枚に入ってる、投票ありがとうございます。俺が入れてなかったら2位じゃなかったかな。そうか、そうか、その1票がでかい。ねえ、やっぱりなかなかね、ガチャチャ出にくいですね。そうですね、これ逆にちょっと気になるのが、まあまあで、まあ、出せないデータかもしれないですけど、その白地系どのぐらいこう交換してるか、ものぐらいだろう、総数がね、ランキングじゃなくて気になりますよね。総数今回は持ってきませんでしたけど、実際だってなかなかね、そんな、ね、どのくらいとかちょっと聞きづらい一度あれは、あんまりたくさんは交換されてないね。え、そんな中でもやっぱグリームニルが今、はい、1位ですね。やり直したい。ではじゃあお次にですね、装甲の見印で交換された装備品ランキングとなります。はい、これ天井でってことだよね。天井でです。天井300貯めた時に交換できるものですね。でもさっきと同じ期間で9月1日から今年の2月26日、半年間。バジラだ。ああ、そうなんです、バジラ。2期間的にやっぱでもバジラなんですかね、年末。そうです、結構みんな宝石を貯めてて、うん、っていうのがあるんじゃないですかね。なるほどね。ゾイもやっぱ強いですね、3位。ゾイも強いですね。ゾイはミルグレスが多分圧倒的な強さを誇ってますね。では次はゴールドムーン100で交換可能武器の所持数ランキングとなります。来ました、気になる。はい、こちら2018年2月8日0時時点でのデータとなります。はい、ゲイボルグの光、私もここです。あ、ヒロリンカーン、どうもここです。持ってらっしゃる。もう出番はないですけどね。最近は使わなくて、全然使ってないですけど、十分借りられるから。はい、そしてですね、こちらは、ブックン&栄誉の輝き交換、内訳となります。うん、はい、こちらですね。やっぱね、排水が強いからっていうんで、ブックンじゃセレストクローが多いですね。もう最初の3ヶ月やり始めた時もひたすら交換交換でしたね。なんとか24本ですか。すげえな、目視24だから、落として落として交換して交換して、ひたすらもう、そしてずっと一番なんですね、ステレス。6ヶ月間のやつですけど、まあ、直近でも1位と。うん、まあ栄誉の輝きのとこなんかね、あの交換期間がちょっと9月1日から2月26日ってことなんで、火の古戦場のために、火と闇の火と闇の火交換してるのかなって感じですね。影響が大きいのかなと思います。はい、ではじゃあ最後に2つですね、すごいプレイヤーさんたちのデータを見ていきたいと思います。まずは、戦火ガチャでの古戦場武器獲得数となります。1位はなんと1回の古戦場で98個獲得。え、これ本ってこと、武器を。はい、あの4本で要は上限3ついけるよっていうやつを98本なんで、あ、まあ、98箱開けたってことですね。ってことですよね。でこれあの前回のデータなんで、これ3倍になってるんですよね、44箱以上。だから普通の箱に換算すると多分200箱ぐらい。あの開けられるまでの戦火の量増えたやつですよね。そうですね、3倍になって、それから1回変えられるようになった。マジかい。だから従来の古戦場でいうと200箱相当。ことできんね。どんな速さで走ってるんでしょうね。何のために、何のために。遠山さん、そういうこと言わない。
それはでも勝ち負けもありますね。一緒に行こう、空の果てに。端にいる人たちの勝ち負けも道があったら走るんだよ、やっぱそこは。さて、お次はですね、なんとちょっと気になるデータがあります。何ですか？マルチ一旦最大ダメージというのがあります。気になる。こちらはですね、なんと9475万1002。すごいの。こちらはですね、2018年の1月7日から2月7日の間で出ていた最大ダメージになります。1ターン、1ターンです。これってさ、こっちが勝手に集計しただけでさ、本人は勝手にやってんでしょ。わかんないですよね。そう、この人すごいね。すごい。今言っちゃいけないワードが出そうなんて決めたんだけど。そう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 、すごいです。意味があってやってると思う。なんか挑戦してるんですよね。それこちらは別にそういうコンテストやりますよって言ってないのに、そうそう、いや、そうなるんですよね。なんかこの期間でちょっと集計するから、やりたい人どうぞでやったんだ、わかるけど、普段がやってんでしょうね、これ。普段からそういうことですね。目指してるんですよね、なんか最大の感じたいね。なんとこちらですね、同じ状況を再現した映像がなんとあるということなので、ちょっと見てみたいと思います。ちょっとその映像出てる間、私ベラベラ喋りますけれども、話半分に映像の方見てください。解説欲しいな。はい、解説入れます。はい、ではじゃあお願いします。まず主人公がですね、エーテルブラスト3とアローレイン全体にダメージを与えます。あー、3体ね、3倍だからね。これはすでにですね、10ターン目を迎えてる状態です。なるほど。はい、でさらにエッセルのインテンスバレットでダメージを与えつつ、トレジャーハントのレベルを9にします。はい、でさらにユエルのツバメ返しとグレンでダメージを与えつつ、自分のダブルアタック確率アップを高め、味方に追撃効果をつけます。はい、そしてテレーズです。ケルターメン、インディクムで連続攻撃確率を高めます。再び主人公がチョーク使用で味方の通常攻撃を全体化。さらにチェイサーで味方全体に再び属性追撃効果を与えます。チョーク性、今ちょうどチェイサー、強いですよね。そしてここから大変、エッセルがラストオーダーで追い打ち状態に入り、スターダストで大ダメージを与えます。トレハンレベルが9なので9回攻撃しますね。でここでエッセルが重労の雄たけびを使用します。味方全体に追い打ち効果をつけつつ、攻撃力と連続攻撃確率をアップ。トレハンレベルが9なので味方全体がトリプルアタック確定。極めつけはここでザ・サンを召喚します。敵全体に大ダメージを与えつつ、主人公が2回攻撃行動ができる状態になりました。そしていよいよ通常攻撃。アタックを出しつつ、ザッカンの召喚効果で計6回攻撃します。そしてエッセルのアビリティ効果で全員トリプルアタックで止まる。最後全体攻撃になってる。最後何の、いや、全体攻撃はあのウォーロックのウォーロックのアビリティの効果。カレーサラミみたいになってましたけど、ね、そう、あったり、エッセルのアビもあったりで、最後にもザ・サンの召喚効果もあったりで、もうこのダメージが出るということで、何これ、はい、何を、これはユースさん的にもやっぱおーっていう、まあ、っていうか普通やらねえからやらないよ、ね、この挑戦しようと思わないもん。なるほど。そこがすごいよ。だってこの挑戦のために考えるわけでしょ、ずっと。確かに組み上げるんですね、順番をね。俺そこまで考えないもん。相手が死ねばいいってしか思ってない。そういうことじゃないんだよ、もう戦ってる先が相手じゃないんだもん。確かにね、空の果てを目指してるんだ。戦ってトータルのダメージログを見るのが多分趣味なのかな。そうなんだよ、絶対そうだから。ということでね、まあポイントとしまして、さっきの見た通りですが、全体的に追い打ち攻撃アップとか、追撃効果、連続攻撃確率アップ、そしてザ・サンの召喚効果、まあ、とにかく攻撃回数をたくさん稼いでいるというところですね。あとエッセルの重労の雄たけびで全員に追い打ち効果とトリプルアタック確定をかけた上、ザ・サンの召喚効果を組み合わせて、通常攻撃時に大ダメージを何回も敵にぶつけられるような構成ということでした。いやー、これこれはお見事、これすごいね。で奥が見えてる。そうですね、もう奥見えてきてます、ね、多分奥目指してるかもしれない、この人。どっかで届かせる1億を、ジェラハムートを一ターンで終わらすぐらいの夢を持ってるか。なるほど、ソロでいけんぞと。できるんですか、1億って。わかんないです、ね、わかんない、これからでもできるかもしれない。開発もやらないと思うよ。まさかのデータ、木村さんがその命令してたら多分部下は不審に思うと思う。奥行くかいろいろやっといて。それ何の意味なんだってみんなざわざわすると思う。このやり方ならザ・サンを強化していけば。ああ、そう、意味ない。まだ SSR じゃないんですもんね。
ですね、SR の最高駅、うん、今主人公だけだったんで。あ、なるほど。じゃあまだ上はあるんです。さっきのデータも、ね、はい、3は別に SS レア化されてなかったんですね。じゃあまだ強くいくかもしれない。また、ね、ちょっとこういうの面白いんでまた見てみたいですね、という以上の結果となりました。すごい長々やりましたが、ここだけレポートでした。はい、続いて、いや、もう今のはね、後ろの下がるかなり、何が起こっているのか、自由にトイレとか行ってね、コアな情報ですからね。続いてグラブルのこれからの展開についてです。木村さんお願いします。はい、それでは4周年のアップデート内容をお知らせしていきましょう。まずはこちらからです。はい、新規ボイススタンプが追加、スタンプとボイススタンプが追加されます。まずは新規スタンプが20種追加されていきます。おー、20種。はい、順番に見ていきましょう。はい、キラー B さん、B さん、キラー B さん、キラー B さん、じゃあ次お願いします。ベイ。じゃあ次お願いします。これが4機種だ。これは多少4機種。これは多少4機種。これ1個ずつ見られるんだ。はい、次行きましょう。はい、あ、焼き鳥。焼き鳥なんだ。使いどころ来ましたね。次お願いします。はい、ジェノーキュートさん、次お願いします。アメイジング、アメイジング。次お願いします。出た、お姉さん、旦那の姉が、旦那の姉、複雑なんだよ、複雑。次お願いします。お姉さん、やった、ありがとうございます。おめでとうございます。白井さん、使いどころがちょっと難しい。確かに使いどころ難しい、だから嬉しい、ありがとうございます。次お願いします。出た、あ、出た、やった。どういう風に、だから国殺だから、ビンビンで、全然感ないんだよ。リアルだね、リアルな、リアルな戦いをね、やりそうだな。次お願いします。これ、これ仲間クラリスの手ですね。でもなんかちょっと使いたい。人という字のなんか変わる。デュレーションを書いてるっていう、これもまあ使いどころがちょっと。そうですね。デュレーションを使った時で打ち合いじゃないデュレーションがありますけど。次お願いします。おお、これ金曜日に使ってます。花金、金曜日、今の日、花金ありますかね。次行っちゃいましたね。じゃあ次で、はい、ハッピー金曜日。あ、これ出た、ありがとう。ちょっと痛いぞ、ビーム怖いよ、ビームしたじゃん、狂気が。はい、かわいい、かわいい、いいね、戦闘終わりとか使えそう。確かに、かわいいよって言われて、ほっこり、出た、これもいつ使うんだろう。いい技を出した時のこと、確かに。ミムメモ、出た、あー、いいね、ミムメモル、かわいい、かわいい。おーおー、イエーイ、やったー、サタンだ、3センチ、どれこれ、あ、俺また、これなんか使えそうです。なんかギャグの時のやつだ、使えそう。おーおー、どうやら、あれが、どうやら、あれだ、皆さんどうも、で、昇天した、ルナールちゃん、面白いな、いい絵を見るとね、昇天する。はい、以上、以上、あら、20種たくさんありましたね。はい、はい、ありがとうございます。では次もスタンプ情報です。すでにリリース済みの音楽 CD ザ・ドラゴンナイツ特典スタンプ4つにもボイスがつきます。あら、あら、あ、 CD は販売中で、シリアルコードも期限は2020年12月31日までなので、まだ入手可能です。気になる方はこれを機にぜひチェックしてみてください。これじゃあジークさんの大根くださいが聞けるんですか。そうです、これにボイスが追加されるって。やったー、大根くださ、何を言わせとるんですか。何だろう、大根ください、ヒロミさんになんて言ったこと、分からずだもん、なんでこれ言ったんだろう。楽しみだね。はい、というわけで4周年のアップデートは以上ですと。え、以上、ズコーン、ズコーンですよ、ズコーンのとこ、これ、え、当たるよ、こんなグラブルやだよ、やだよ、やだよ、お疲れ様でしたー、バイバイさん、プレイ引いてくれてるやつ、ちょっと、ちょ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 、
か。というのはちょっと冗談で。びっくりしたもん。はい、改めて4周年のアップデートをお知らせします。はい、お願いします。まず3月10日のアップデート情報です。新マルチバトルが追加されます。はい、新たなマルチバトルを6属性分追加しますが、3月10日には、マルチバトルまず4種類追加されます。4体追加です。順番に見ていきましょう。はい、シバ、やりましたね。次がエウロペ、さらにゴッドガードブローディア。うわ、かわいい映画、いいね。で最後キックスリー、キックキック絶対ボコボコしちゃう。ありがとうございます。支援がこの流れ俺大好きなんですよ。今ねシャドーバースでも流されたんですよ。シャドーバースでシャドーバースからしたら本当なんだこいつ。シャドーバースミスターシャドーバースですから。そうですね、はい、ありがとうございます。昨年末のですねグラブルフェス2017の会場で一足先にお目見えした火属性のシバ、水属性のエルペ、熱属性のゴトラ、ブロディア、発属性のグリームの4体ですと。でさらにですね、3月22日には、光と闇属性のマルチバトルを追加します。まず光属性のメダトロン。出たて、はい、早速出たてですだけ出て、そうですね、消えていったやつです、うん。で闇属性はってことはアバターと。うまいか、はい、ここやばいや、ね、うん。ランク120以上で挑戦可能な30人マルチバトルとなっていまして、どれも特徴的な強力な敵になっています。なるほど、はい、なるほど。言われてる声いいよね。でですね、挑戦にはですねそれぞれの属性のマグナ HL をクリアする必要があります。あのティアマとマグナとかですね、HL で。ですね、それで、さらにそれぞれのボスに対応した新たな武器が、各属性3種類ずつ追加されます。3つになる、はい、3つずつ、で今回は特別に、全能力をお見せします。はい、で開発中なのでちょっと変わる可能性はゼロではないですが、はい、では1個ずつお見せしていきたいと思います。はい、まずは芝の、ブラフマシリーズ。奥義はあの各シリーズ3つとも同じになってまして、まあ、この奥義になってます。そして、はい、1つずつじゃあ次お願いします。はい、スキルが、全て基本的にはあのなんとか法人になってまして、格闘はこれ、はい、法人なんですね。格闘キャラの攻撃が、はい、でも結構増えましたもんね格闘キャラね。確かに、まあ火がね、うん、ガンダゴーザー、ガンダゴーザーね、使わせに来たな。これスキルレベルは最初から15まで15で上げられる。最初の上限解放が最初からできる状態なので、何個も取りに行かなくていいの。いや何個も取りに行かなきゃダメです。何個も取るよ。そう、最初取れるっていうのはあの最初からできるってだけで、あの1個ずつ取って4個にしてさらに1回上限解放。何個も取るよ、いっぱい取るよ。大変だね、子供のような。はい、じゃあ次お願いします。来てますね、はい、次はこれですね、はい、無双と守護、はい、初めてこの組み合わせなんじゃないですか。わ、なんか欲しいやつ全部入ったみたいな感じですね。はい、はい、じゃあ次お願いします。はい、槍は、後陣とトリプルアタック召喚ついてます。トリプルだけがあるのね。はい、はい、では次に行きます。はい、次が、水は、キュロスシリーズになっていて、奥義は全てこれですね。はい、水属性ダメージ特大をゲージアップ。右の何ですか。一番右はどういう楽器ですか。あいつが背負ってるやつですよね、ロペが。後ろで す, そうです。あ、でっかいやつだよね。ついにでかいのを落としてくる。これ使えてる。いるって。何かしか欠けてそうだな。ラウンド、テロスランドはこれです、ね。はい、あ、扇ダメージ上限、はい、上昇だ。あ、嬉しい。最近強いですもんね、両方ついてる。次はお願いします。弓は、攻撃力とトリプルアタックが両方ついてます。ランブ、ランブですね、がついてます。はい、次お願いします。楽器は奥義ダメージアップと奥義ダメージ上限上昇がついてます。はい、で次が、ブロディアのニーベルンシリーズです。強そう。奥義が、味方全体の防御力アップと味方全体の弱体効果1つ回復という形です。はい、次お願いします。
探検が、排水ショーとダメージ上限上昇がついてます。はい、次お願いします。炎が、渾身中と、技巧台がついてます。なるほどね。はい、で刀が、後陣2の台、攻撃台と、これまたややこしいですね、これ、はい、HP 上昇症とカウンターがついていると。カウンターダメージアップ、まあ、HP が結構、まあ、いいんじゃないかなと思います、うん、で次は風が、ラストストームシリーズ、まあ、連続攻撃力アップがついていて芸がつきます。はい、刀は、これは、HP アップとダブルアタック上昇と攻撃力中、上昇中が2つつい、まあ、2つが、はい、ついてます。はい、楽器は渾身と技巧がついてます。はい、はい、更新最近増えてきましたね。ユニオンがね、そうですね、あの、はい、ついてます。で槍が攻撃力と、まあ、これちょっと特殊な経過ターンに応じて連続攻撃力上昇というパターンがついてます。はい、あ、光かな。でこれが光でミトロンシリーズ、これダメージカット 30% 光属性攻撃力アップが扇についてます。はい、はい、で格闘が、見切りとバリア、バリア、バリア、これもちょっと変わってますね。はい、で探検が、刹那と排水がついてます。排水、光の排水次お願いします。でこれ渾身中と、カウンターとクリティカル、結構今回カウンターが多い。で闇のアビスシリーズ、暗闇で言うと弱体耐性ダウンがついてます。まあまあそれは、はい、どうだ、排水、排水だ、排水と、まあ、活目ってカウンターとダブルアタックが、はい、ついてます。はい、またカウンターだ。こうでしょと、カツキリ、ダブルアタック、クリティカル、攻撃力、あと攻撃力が別についてます、はい、で杖が、これカムイ2、カムイ2ショーじゃなくて、チューです、チューなんだ、はい、あとは必殺っていう、はい、ダメージアップと上限アップ、奥義のダメージアップ、奥義の上限上昇、これ強い、うん、これ強いし、ね、いやありがたい、すごい、全部性能見れるなんて、はい、これで以上ですかね。あ、はい、このマグナ武器に2については、ね、お、一気に増えましたね、はい、はい、起きてる？もっと会話に入ってきていいよ、はい、いや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 、続いて、はい、次にしたいと思います。画面が見えなくて、はい、続いてですね、マグナ召喚石とマグナ武器、旧マグナ武器の最終上限解放があります、はい、これ結構大きなアップデートなんですけども、既存の一部のマグナ武器に新たな上限段階を追加します。オールド武器は除きます。オールド系の、オールドソルタナとか、あ、普通のマグナ HL が落とすやつですかね、それが上限解放になります。はい、あとですね、じゃあ、はい、こういった形で星が増えます、はい、この絵に出てるやつらが全部、ね、とりあえず最終、全部ですね、全部か、まあ、全部か、全部、全属性の全属性3つずつ全部最終上限解放がされます。私結構もうスキル餌にしちゃったんですけど、はい、やべえ。まあ使わない、最終上限解放には使わないので、持ってれば、持ってない、それを使っちゃった。4突のどこかで使ったの、もうこっち戻らねえだろうね。そう、戻らないかなと思って、そういうパターンもある。それダイヤさんのやつや、はい、で、これらはですね、最終上限解放をもう一回行うことで、あの武器のレベルの最大値が200まで上昇します。またヘイロー回らなきゃ。で武器スキルレベルは、20まで上げることができます。随分変わるかもしれない、はい、で先ほど紹介したあの新しいマグナ武器と合わせて編成してみてください。でシュバリエマグナとセレストマグナはあの新しい
マグナの敵が22日に解放なので、そちらは22日に解放されて、それより、それ以外は10日に解放されます。はい、で合わせてマグナ召喚石の最終上限解放も実装されてされます。まずは順に見ていきましょう。はい、はい、ティアマトマグナから。はい、うわかっこいい。おわすごい。え、どうなった、どうなった。120だね。これ古いですね。本当だ、120%、はい、これサポーター選択時は 120% で今調整していて、まあ、同じになる可能性が高いと思います。そうそう、今最終調整中で、ただまあ本人の本人とか持ってる人の効果は 120% 確定してると思います。はい、で味方全員に全体に原因1回がつくという形です。はい、はい、次です。コロッサスマグナ、はい、バリアすごい。なんかちょっと鍛えたな、またそうね、ちょっとねムキムキになってきました。ちょっとジョヤにも似てる気がする。ジョヤジョヤに変わってた。あれ殺したじゃねえか。ジョヤがついた。ジョヤがついた。でこのカゴ効果も120、サポーターも 120% 今調整しております。はい、でディバイアさんです。はい、おお、水属性攻撃キャップがつくと。はい、はい、で次がユグドラシルと、うん、あ、かわいい、素敵、はい、はい、これ味方全体にランダム強化が、ランダム強化、はい、でさらに3月22日にはシュバリエマグナとセレストマグナも最終上限解放します。楽しみ。はい、まずは、うん、見れるシュバリエマグナです。お、見れるんだ、すごい。あーすごい。おお、はい、属性攻撃アップが追加でつきますと。綺麗、はい、でセレストマグナがこちらです。なんかシンプルな感じ。あれ、暗闇が。いや、時がなたれ、船降りた。船降りた、船降りた。下船、下船しました。セレスト先輩。そうですね、ちょっと着いた。どんどん曖昧になってくるんで、どれが本体かが。そうですね。概念的な存在に。未亡人感出てきた。未亡人感出てきた。これも全部サポーター選択時のパーセント120%で今調整を行っております。はい。はい。そうですね、この各種、法人スキル効果を上げる過酷効果を強化されるのはもちろんですね、うん、召喚石初の上限解放後のイラストも実装されてますというところで、はい、まあ、新武器追加と既存マグナ武器のさらなる上限解放、マグナ石の最終上限解放とマグナを取り巻く全てが変わると、うん、大きなアップデートとなります。4周年を迎えてガラリと変わるマグナ編成をぜひお楽しみにお待ちください。マグナがね、これから熱くなるっていうのはね、一気になんか強くなりそう、はい、一気に、はい、変わります。こうなると神石系がどうなるかがまたあと組み合わせが強いかもしれない。あ、どうなるんだろう、どう組み合わせていくかもいろいろ試していただければ。神石じゃなくてなんかそういう属性石が強くなるかも、はい、ちょっと1本何か入れるとか大事な、はい、確かに、はい、はい、続いて、はいはい、EX リミットボーナスの実装になります。はい、はい、ですね、キャラクターに特定のアイテムを使用することで、攻撃力、HP、弱体成功率や奥義ダメージ上限などさまざまな能力がランダムで最大4つ付与することができる新たなリミットボーナスになっています。指輪グッズが欲しい。これグッズお願いしますね。これは、はい、EX リミットボーナスのこの必要なんですね、アイテムはアーカルムの転生のイベントや、普通のストーリーのイベントの報酬のほか、降臨朝廷の翼のドロップアイテムとして手に入れることができます。はい、こんな形でランダムについて、効果値もランダムで結構変わる、はい、形になってます。何回も使い直すとやり直し、あ、そうです、何回もやり直し、ああ、なるほど、それはありがたい。はい、続いて特殊報酬の追加です、うん、はい、特定のマルチバトルに特殊報酬が追加されます、特殊報酬は青色の宝箱に入ってまして、このと宝箱は貢献度に応じて獲得しやすくなります。ドロップ率が上がってきます、で MVP 報酬などとは異なり、参戦者ごとに獲得できるかどうかの抽選が発生します。4周年のタイミングでは、マグナ HL とジオーダーグランデの挑戦のほか、いや、これあれですね、降臨朝廷の翼のほか、うん、新たに登場するあのさっきの6種のマルチバトルに特殊報酬を追加する予定です。はい、うわ、面白いですね、またちょっと面白い予想。そうですね、あの全員がどれだけダメージを与えたかでそれぞれ変わる、まあ、でも1回だけ殴っただけでも、まあ、その分だけで、はい、抽選が入ります。抽選が入るんだ、はい、可能性はある。はい、
さらにですね、特定のマルチバトルに特殊報酬が追加されて、その後オメガの、はい、器が追加されます。あら、はい、もう1個作れるようになります。トレジャー交換に、オメガの器を1つ追加しますが、これは、オメガユニットで交換できる在庫が1つ余ってますからね。おまあちょっと使ってもらえればうちの団の人みんな2000個ぐらい持ってました。桁が違いすぎる。ちょっとですね、あの焼け石の水ぐらいなんであんまり使えないと思いますが、まあこれでちょっといろいろまた新たなやつを作って試してもらえればなと思います。続いてですね、ディメンションヘイローが変更されます。やったー。なんだって、どう変わるんですか。いや、まあ、ちょっとですね、はい、パーティーに10天守が編成されている場合、ディメンションヘイローが必ず転生機に編成するようになります。ストレスなくなるんじゃん。鬼緩和じゃない。ねえ、本当嬉しい。これだけでも嬉しい。すごい、はい、でディメンションヘイローがでも転生機にちょっと変身した際の直ドロの確率はちょっとあの、まあ、その分下がります。あ、まあ、でもあの確率変わらないとか期待値は変わらないようになってるんで、今までと同じ確率です。100%変身するだけで、はいね、なのでかけらが取れる確率がだいぶ増えて、はい、それでもだいぶあの、はい、行く回数は減りそう。これはありがたい。はい、次です。設定画面がリニューアルされます。はい、ページ全体の見た目を調整するほか、説明や画像を追加し、より使いやすくリニューアルします。なんかあれ、ちょっと変えてきました。これプリンセスコネクトじゃないですか。もうすぐやる、もうガンガンやってるから今 CM ガンガンやってるやつ。後ろに2人いる。ザワザワザワ。どっちがどっちか。私も今楽しみです。ほとんど寝取りやねんか。聞いてない。やろうね、これ結構大幅に変えてて、ね、変わりましたね。まあ、そもそも設定っていうのがあのゲームがリリースされた当初、画質設定と音声オンオフぐらいしか考えてなかったんですけど、まあ、4年間でめちゃくちゃ増えて結構見づらくなってたんで、あと設定画面って結構なんだろう、ゲーム始めたらとりあえずコンフィグ入るみたいな楽しみができる人もいるんで、まあ、ちょっと楽しげに分かりやすく変えたっていうところです。うわ、こんなに変わるんですね。じわじわ来ちゃった。大丈夫です。はい、はい、次は新称号の追加です。はい、トレジャーハントの回数に応じてもらえる称号、倒したカニの数に応じてもらえる称号が新たに追加されます。またこれらの称号の報酬としてインパクト満載の特別な武器が用意されています。カニ、カニ刺されとる。これ杖です。カニハンマーや、カニの杖。これ斧か。カニ満開。カニ斧。カニ斧なんか俺らはちょっとカニになっちゃうみたいな。カニ斧。カニ斧ですね。カニ斧ですね。ここはこれ槍です。槍です。刺さらすとこはないね。どっちも一緒ですけどね。そんなに、はい、宣言もいるかもね。面白い、うん、なんかでもこれも特別なそういうスキルとか効果があったりとか。スキルもそうですね、あと扇とかもユニークな感じになってるんで、まあ、スキン用としてスキンで張り替える。面白い、うん、そして次にですね、フォースアニバーサリーガチャセットが登場します。はい、レジェンド10連ガチャチケット1枚と、お好きな装備1つ交換可能なフォースアニバーサリー交換チケット1枚がセットになったフォースアニバーサリーガチャセットが登場します。これはサプチケ的な、まあ、サプチケ的なんですけど、ちょっとあんまりこうちょっとゆっくり聞いてほしいんですけど。みんなちょっと待って、落ち着けよ。バザーの角度がすごかったけど、こうなっちゃってですね。ちょっとあのちょっとね、このチケットは、水着バージョンやハロウィンバージョン、クリスマスバージョンなどの季節限定のキャラ解放武器も交換可能です。でリミテッドシリーズとかあの一部の召喚石は交換できない。グリームニルだな。グリームニルは無理です。水着造衣も無理です。はい、あ、水着造衣も無理。あのリミテッドキャラクターです。あー、なので それ以外の季節限定のガチャに入っていたものが取れますと、はい、交換できますという形になってます。はい、はい、続いてフォースアニバーサリースキンセットも登場いたします。はい、はい、こちらです。おお、ドキドキ。アルタイルのカプニシャンフォーマルスキンセット、ヘル
SLS の、アイルストイブニングスキンセットが登場し、お兄さんのお姉さん、ね、お兄さんのお姉さん興味ねえから合わせてみただけだから旦那、旦那は旦那のお姉さんがね、綺麗な感じで旦那ははい、旦那すでにあるんでそっか、またこの話題には引き付かなかったエンビックもあるそうだった、かわいい、美しい、はい、この時にですねこれまで登場したアニバーサリースキンセットも復刻いたします。これカブのやつですね、はい、キラキラしてる、すごい。続きましてランクキャップが解放されます。わまだ上がる、すごい、メインクエスト91章をクリアするとベスティエテオニークエスト進撃の試練が出現します。このクエストはランクが200になると挑戦可能になり、クリアすることでランクキャップが225まで配布されます。はい、まだあってですね、はい、次に3月22日のアップデートです。アーカルの転生がアップデートされます。まず難易度にエクストリームが追加されます。ついに、はい、難易度エクストリームでは新たな敵やギミックが追加され、より探索中の行動に選択の幅が広がるようになります。ちょっと先言っちゃいましたね、はい、またエクストリームが追加されると同時に難易度ノーマルやハードについても調整を行います。でこちらは TP を回復するアイテムの追加や、ハード以降に発生する奥義使用負荷などのステージ効果が銀色の宝箱を開けることで確率によって解除されるなど、より遊びやすくなる調整を予定しています。さらにバトル中のステージ効果はバトル開始後一定ターン経過で解除されるようになります。また、何ですかね、まあ、銀の箱で今までだった制限が丸ごとなくなるときと、戦ってずっと戦ってるとその解除がそのあのバトル中だけ解除されるっていうこの2つが新たに追加されます。はい、なんかハマるみたいなことがちょっとなくなるようになっています。そして次ですけども、アーカルムポイントで交換できる新たな武器も10種追加します。はい、でこちらの武器はですね、どちらかというと初心者向けの武器になっていて、あの、まあ、初心者の方が集めたら役に立つような武器が10種類、はい、伊藤とかね、追加されます。この辺りから、はい、結構簡単に取れるようになっておりますので、はい、あのアーカルムポイント以外でもアーカルム中でも取れるようになってます。いいですね、はい、うん、あ、そうですね、書いてありますね、探索中のドロップと、はい、でですね、その他ですね、アーカルムポイントのウィークリー獲得上限を増やすことができるアイテムも追加されます。助かる、ありがたいですね。この、アイテムはですね、これあれですね、ちょっと違うやつかな、これ。あら、いや、まあ大丈夫です、はい、このアイテムはですね、難易度ハードとエクストリームの全てのポイントと同時にそれぞれ1回ずつアーカルムポイントで交換できるようになります。ハードクリアと EX クリアで1個ずつ在庫が増えるという形です。で、次にアーカルム召喚石の最終上限解放ができるようになります。それがこれですね、これですね、はい、レベル150まで解放。何がいるのかと思ったら全部いる、これ全部いますね。どういう絵か全然わかんない。どういう絵かはよく見ないとちょっとわかんないんですけど、全員います。どのくらいの大きさで描いたんだろう。はい、手だけ取れるかもしれない。手だけのやついますよ。で、難易度エクストリームの実装と同時に最終上限解放が可能となりまして、うん、ショップから特定の素材を消費して解放することができます。うん、で、混合章での、上限解放は無理と、はい、しようかとなります。はい、次はですね、EX2 ジョブの追加です。EX2 ジョブとして、黒猫同士と、かわいいです。はい、ザ・グローリーを追加します。あららら、エクストラジョブの特徴を引き継いで強化されたアビリティと多彩なリミッターアビリティを持つジョブとなっています。EX2 ではクラス4と同様にフリーアビリティとして最大3つのアビリティをセットすることができるようになります。フリーアビリティには EX アビリティとリミッターアビリティ、そしてベースアビリティと呼ばれる同系統のジョブのアビリティをセットすることが可能です。はい、でこの黒猫同士はですね、賢者系の EX2 のジョブで、はい、賢者の天眼人と同様に毎ターン味方を強化するブラックチャーム状態を自分に付与することができます。ブラックチャーム状態でないときは MP に応じて自分の攻撃性能が上昇します。これ結構難しいこと書いてありますけど、天眼人ブラックチャームの弱体効果なしで解除できるリミットアビリティが追加されるため、味方の強化と自分の強化を場面に応じて切り替えた戦い方も可能になりますと。なるほど。ということで、まあ、これはちょっとあの実装ももう近いので、うん、まあ、見ていただければなと思います。うん、はい、次がザ・グローリーです。うわ、これ気になる。あ、かわいい。これ人気出る。なんか神聖な感じする。これいいね。はい、
このザ・グローリーはですね牽制系の EX 中条部になってまして、献身解放状態とリミットアビリティによって自分の攻撃性能を上昇させることができる自己強化が強みのジョブです。献身共鳴と周期をベースアビリティとしてセットすることが可能なため、自由なアビリティ構成でバトルに挑むことができます。EX2 ジョブを取得するためのフリークエストの出現条件は次の通りとなっていますので、うん、今から英雄武器の制作を進めておいていただければと思います。なるほど。黒猫同士ザ・グローリーの取得条件ですが、メインクエスト63章をクリア、それぞれのジョブレベルを20に上げる、剣聖剣剣に対応する英雄武器の属性変更を行うこと。あ、これがなかなか大変、まあ、これはそれぞれどちらかやどちらか1個ずつやってもらうと1つずつ取れるという形になっています。はい、さらにですね、一部のジョブへリミットアビリティを追加します。お、これ結構多いんですけど、まずエクストラジョブです。剣聖、ガンスリンガー、剣士、アサシン、ドラムマスター、ダンサー、メカニックが対象になっています。エクストラジョブに追加されるリミットアビリティはそのジョブ特有のアビリティとともに使用することでより効果を得られる特徴的なアビリティを予定しています。はい、続きましてクラス4ジョブです。カオスルーダー、ハウンドドッグ、アプサラスが対象です。レスラーはレスラーレスラーはなんか十分強いんで、了解です。クラス4ジョブにはこれまでのジョブになかった効果を持つ強力なアビリティを追加する予定ですので、ぜひご期待ください。楽しみ。はい、ここまでが、4周年アップデート情報になりますが、ここからは4周年アップデート以外のアップデートの情報をお伝えします。まだありました。エンディングじゃないんだ。まだあります。すげえな。まずゼノコロ撃滅戦が開催されます。ありがとうございました。ね、すごく戦場もあるしね。そうですね、はい、3月18日からの開催となります。ゼノシリーズとしては最後の6体目でありまして、登場となる光属性ゼノコロの陸道武器種は剣の予定です。剣と、はい、あらま、剣です。あらま、はい、光で剣、光で剣、おやおやですね。次にメインクエで新章が追加されます。はい、おー、はい、3月下旬にメインクエスト106章107章が追加されます。はい、はい、ついにナルルグランデ編も完結するんだらしい。これ毎月4章ずつ、最近毎月じゃない、隔月で4章ずつだったんですけど、はい、3月は2章にさせていただいて、うんうん、で4月で連続更新で、まあ、クライマックスからの完結という流れの予定になってますね。はい、4月の更新で、はい、グランドグランド編がついに完結予定となっています。そしてですね、次ですね、ゴールドムーン100個交換武器が最終上限可能になります。え、来てしまったか。これはどうなるんですか。3周年より後のアップデートになりますので、3月中じゃないです。はい、で数多くの武器が存在するグラブルの世界の中でも特にユニークな性能を持つゴールドムーン100個の交換武器、の最終上限回復が実装されます。奥義効果がより強力になるのはもちろんのこと、さらにレベル150になるとスキル1、スキル2のどちらかが強化され、新しい効果が追加されます。うわ、で上限解放の素材はリミテッドの武器と同じ、あのアイテムの種類になりまして、まあ、ダマスカス鋼でも上限解放することが可能です。でこちらは4月以降のアップデート予定しています。キングとかヘラクレスはどうなっちゃうのか、どうなるんでしょうね。はい、楽しみ。はい、続いて、サイドストーリーに3つのイベントが追加されます。まずどうして空は青いのかが3月10日に追加予定です。はい、でこれがこうちょっと細かいこと書いてあるんですけど、うん、この復刻、先ほどというか先月あった復刻のイベントと今回のサイドストーリーで竜の試練からのこのバハムートの鍵爪は、同じあの扱いになってますんで、どちらかでしか1個取れないんで。あ、なるほど、はい、あ、なるほど、うん、あの復刻イベントで取っちゃった人はサイドストーリーでは取れないですね。はい、なるほど、はい、一昨年取って今回復刻をやってなかった人、去年か、取った人は今回のサイドストーリー取れると。あ、なるほど、なるほど、はい、今回分ってことですね。はい、うんうん、はい、次ですね、名探偵バロア、ジュエリーリゾートを奪還せよが3月下旬に追加予定です。
はい、こちらも、ね、特殊で面白いイベントでしたね、はい、そうですね、謎解きのやつですね、はい、さらにこちらです。あら、ド M アイドルマスター最高ド M ド M 最高ファンタジーもこれ期間はまだ未定なのですが追加が決まりました。はい、サイドストーリーに入ります。はい、何でもやつ出して、で次にですね10点集のスキンが登場します。わー、楽しみ。え、すごい。ということは あれか、あの時の、これはあの時のあれだな、来たの、そうなんで、まあ、以前からの結構要望いただいてたんですけど、まあ、去年ポーチャーズデイっていうイベントで、まあ、10点集水着姿で3人出たっていうのもありつつ、はい、まあ、あと10点集仲間にされた方が、まあ、結構増えてきて、10点集自体がどういうキャラクターなのかっていうの、認識も広がってきたんで、まあ、作ろうということになりました。ニヤニヤ見すぎじゃないですか。これはしょうがないですね。なんで説明のでシエテなんだろうと思って。シエテさんで全てでしょ、それはもう。そうか、気になっちゃうよね。そう、そうだね、まあ、とりあえずこの水着の去年の3人と、ね、あとストリートファイターのコラボで登場した黒いシスみたいな感じで、まあ、イベント報酬とかあとガチャセットとか、まあ、いろんな形で登場していく予定なんですけど、一気に10体用意するのが結構厳しいので、順番に、はい、大汗ぶり結構、ね、のでちょっと結構年をまたぐくらいかかるかなと思うんですけど、ちょっと気長にお待ちいただければな。待ってます、はい、はい、そして超豪華コラボイベントの開催が決まりました。超豪華、はい、まずはこちらその1、こちらです。超豪華、どうやって、名探偵コナンのことを開催しました。4月上旬の開催予定です。そうですか、はい、今回は特別にコナンのイラストもお見せします。そうなんだ、これこれね、これはサラーサーなんですよね。いや違う、これはサラーサーではない。中の人つながらよすよね。今斧なんですか、剣なんですか。いや、なんでしょうね、格闘だろうな。どうぞ、これウェルダーさんのことです。ウェルダーがね、ウェルダーが決めちゃいました。ウェルダーの要望の投資がコラボの夢が広がります。すごい、これも非常に楽しみです。推理勝負でもするじゃないか、絶対。バロアもそうだね。声変わるのもありますよ、だって変遷があるんですか。そのネクタイのウェルダーが急にこうすぐにウェルダーがすぐ終わる。ウェルダーが眠らされるんだね、じゃあ。面白いですね。実装してるかもしれないよ。あんま言わないから確かに。あんまり言うと本当に当たってしまう可能性もあるんでしょうけど、ぜひお楽しみいただき、お待ちいただければと思います。はい、その2です。その2、はい、こちらです。いやいや、もうね、なんだ、ないでしょ。ペルソナ5とのコラボが決定しました。こちらは6月開催予定となっています。そして開発中のイメージイラストはこちらです。ある、はい、ある、おー、かっこいい、すごい、はい、こちらもペルソナが出てる。でもなんかグラブルの世界に馴染んでるね。グラブルでも出てた気がする。そうです、出たらいいかな。いや、はい、どちらもお楽しみにというところです。はい、以上がゲーム内情報でしたが、続いて、はい、ゲーム外の情報をお知らせしたいと思います。ないとかないとかない、まだないね。まずは、一つ目はリアルイベント情報です。まずはこちらをご覧ください。はい、we'll be right back.
こちらはですねグラブルフェス2017の動画でした。そしてそんなグラブルフェスについてのお知らせです。はい、グラブルフェス2018の開催が決定しました。2018年12月幕張メッセにて、行います。昨年のメッセからさらにスケールアップしたものにしようと思っていますので、はい、ぜひご期待ください。無理でしょうスケールアップ。ありがとうございます。詳細は、はい、改めてお知らせしますので、はい、お楽しみください。そして、さらに、はい、グラブルサマーフェスの開催が決定しました。はい、昨年末に開催したグラブルフェス2017の一部展示物や VR4 機種グッズ販売などを楽しんでいただけるイベントを仙台、福岡、大阪にて開催いたします。ありがたいですね。年の瀬だったこともあってですね、ご来場が難しかった方もたくさんいらっしゃったと思いますので、ぜひこの機会にご来場ください。すごい、はい、詳しい日程やチケット販売に取る詳細は後日特設サイトでお知らせいたします。はい、はい、そしてキャラクターソング情報です。はい、まず第12弾オーバーザスカイの通常版をですね、来週3月9日金曜日に発売します。はい、これですね、はい、フェスで売っていたやつで、はい、シリアル特典としてこの3つのボイススタンプついてます。ゲーム内で使うと、B 君が歌う国民の翼のワンフレーズが流れますので、ぜひマルチバンドでみんなで合唱してみてください。はい、続いてですねキャラクターソング CD 第13弾ナルメアのキャラソン CD の続報です。すごいですねこれも。でタイトルがですね宝末無限胡蝶人になります。あ、流れます流れます。え、この曲これです。え、今、はい、発売日が5月2日水曜日です。セクシーですね。はい、シリアル特典にナルメアのスキンがついてますので、こちらはこの後0時から予約開始いたしますので、ぜひ皆様チェックしてください。はい、はい、歌ってる、うん、iTunes でも買えるんだけど iTunes で買ってしまうとね特典がついてる。そうですね、確かにな。両方だ両方。そう、両方、うん、これで一回しくじってるんだ俺。はい、そしてですね昨年のエイプリルフールで話題となった B 君が歌う国民の翼を CD 発売します。やったすごい。わ、出た出た出た。闇闇闇ですよ。怖えよ、凝ってんな作り。こちら昨年末グラブルフェス2017でオーバーザスカイの限定版に特典として収録していたのですが、好評につき改めて単独で CD 化することにいたしました。発売は5月末を予定しています。ジャケットあれでしょどうせ。怖いよ、一瞬に流れた VB 放送事故かなと思うよ。はい、はい、続いて、はい、書籍販売情報です。はい、グランブルーファンタジーグラフィックアーカイブ4が発売決定しました。はい、これグラフィックアーカイブ4ということで、2017年の、まあ、1月から12月までに登場したキャラクターだったり武器だったり、まあ、イラス背景のイラストですね、収録されてます。すごい。で今回さらにグラフィックアーカイブス4エクストラワークスっていうのも発売します。これ2冊同時発売でして、すごい、エクストラワークスの方にラフとか、あとゲーム内のメディア系のイラストを主に収録してます。すごい、いいですね、ラフ見られるの嬉しいですね。で今回これ2冊にすることで、これも以前から要望いただいてたんですけど、1ページに今まで上限開放前と後のイラストが載ってたのを、まあ、2ページ使って1ページ、まあ、イラスト1枚ずっと贅沢な使い方を大きく見えるんだ。今回そもそもその収録数自体がすごく多くなっちゃって、まあ、そもそも1冊にまとめるのが無理だよってなったので、まあ、2冊にしようっていうことで実現できた。うわ、素晴らしい。発売ちょっと先なんですけど、まあ、ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、はい、続いてはですね、グランブルーファンタジー G アニメーションの再放送が決定しました。はい、4月7日土曜日の20時27分から、東京 MX にて放送開始になります。はい、また発売中のブルーレイ DVD のシリアルコード受付期間も延長しました。あら、嬉しい。はい、まだまだね。はい、で次にカフェコラボ情報です。はい、ハニトーカフェとのコラボ開催です。秋葉原にあるハニトーカフェとグラブルのコラボが決定しました。3月10日から4月15日まで開催します。
開催店舗はハニトーカフェ秋葉原店、お店の中をオールキャラでの装飾を施したグランサイファーエリアと4機種を中心としたフェードラヘエリアの2つのエリアに分けて絶対恐ろしいだろこれ。いやいやいや、大変なことになるよこれ。グランサイファーエリアは当日直接ご来店いただいた方をご案内するエリアで、こちらは事前に予約が受け付けられません、うん、当日来店いただいた際にチケットをご購入いただけます、はい、フェードラフエリアは事前のチケット制のエリアなので、まだ、予約受け付けてますのでぜひチェックしてください。はい、オリジナルメニューやグッズを販売いたしますのでぜひお越しください。この他の詳細はサイストア公式ツイッターにて随時お知らせいたしますのでご確認ください。はい、はい、でもう一つは、カラオケバスラとのカフェコラボのカフェコラボとコラボの開催のお知らせです、カラオケバスラの一部店舗にてグラブルフェス2017で販売したオリジナルフードを一部復刻販売します。またカラオケルーム内ではイベントヒストリー動画もご覧いただけます。こちらも3月10日から4月15日まで開催します。開催店舗はですね、新宿本店、池袋本店、横浜ゴールイアス店、大阪天王寺店です。こちらの販売メニュー等の詳細は、サイストア公式ツイッターにてお知らせします、はい、そして最後のコラボ情報です。お、はい、なんと昨年秋に話題となったマクドナルドコラボがこの春再び開催されます。詳細は今後お知らせしていきますのでどうぞお楽しみください。以上です。今回、楽しみだ、はい、これで全部です。あ、本当に以上、本当これで終わりました。そしてお疲れ様ですって思ったけど、ここからがもっと大変になるんですね、開発的には。そうですね、あ、そうですね、これをやんなきゃいけないんですね。そりゃそうです、はい、やります、うん、頑張ってください、楽しみにしてます、はい、ということで皆さん4年目もどうぞお楽しみに、お願いします。エンディングでございます。いやいや、怒涛の発表でしたけれどもね。すごかったですね。ではですね、うん、ここで改めてここまでの総視聴者数、うん、途中から発表しておりませんでしたけれども、うん、はい、ちょっとどのくらいご覧になってくださったか見てみましょう。うん、減ったのかな。はい、あ、なんと最終視聴数合計100万人突破。あれ、開けるものが、ヒーローハーフぐらいしかもう残るわ。ヒーローハーフって何だよ。前にイベントだからそう、広いがねえのハーフハーフで合わせて1個になるっていう。いつかもう半分が。全部でも1個がハーフゲットできてた。食べときましょう。絶対だったんで、ね、こんなあと半分ぐらいかな。あと半分、また次の機会で。いつかね。いや、すごいな、すごい。ねえ、というわけでプレゼントの最終確認してみましょうか。お願いします。はい、どうかな、どうでしょうか。じゃん、出るかな、出るかしら。出るタイプじゃない、あ、出るタイプじゃない、出ないタイプです、出ないタイプ、出ないタイプ。先ほど、はい、前半でねお伝えした全部、うん、プラスさらに3000報奨席が加えられたという、おー、すべて、うん、放送後に届く感じ、はい、そうですね、ちょっと、はい、うん、まあ、ちょっとお待ちいただければ、はい、ガチャ回せますね、楽しみにしてください。それでは最後に皆様からも一言ずつ感想いただきたいと思います。まずはまおちゃん、お願いします。はい、そうですね、本当にいろんな情報ありがとうございました。あ、これからもエチプレイヤーとして頑張りますのでよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。情報ありがとうございました。享受しているす晴らしい。ありがとうございます。続きまして、橘さん、お願いします。はい、有志製薬橘理香です。今日は本当にありがとうございました。なんかもう皆さん天井人の方がたくさんいらっしゃるのでとても私もちょっと気合を入れて頑張ろうと思いました。これからも頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて花江さん、お願いします。はい、改めまして、スルメ前が少しあったスルメ役の人分かんないです。ごめんなさい、気になっちゃう、気になっちゃうよ。めちゃくちゃ遊ばない。
なんか今日すごい情報もたくさん聞けたりとか、あの私まだ初心者なんですけど、これから始める人ぜひ一緒に頑張りましょう。私も頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ続きまして、その中村さんお願いします。はいはい、どうも中村です。そうですね、あの去年も思ったんですけど、この番組に来ていろんなデータのコーナーあるじゃないですか、あそこを見るたびにですね、あ、自分の周りってちょっと違ったんだなって、その逆に、あの、そうそう、自分のいる空間で特殊な空間であって、やっぱり世間的にはこういう感じの遊び方をするんだなってのを改めて思うことが多くてですね、今年もあのまた心を入れ替えて1年間楽しみたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして岩井さんお願いします。はい、もう本当にあの私も本当にわからない情報も多かったんですけれども、少なくとも最近あのメインクエストをずっと放置してたんですよ。それを全然勝てなかったので放置していたのを最近また始めたので、またあ追加されるんやっていう遠い目をしながら聞いていましたが、はい、でも皆さんに追いつけるように頑張りたいと思いますので、これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。はい、ロアン役の白石みのるです。皆さんどうも今日はありがとうございました。最近あの SSR をの武器、 SSR の武器を鍛えるようになって、S レアの武器を集めていた僕がもうこれそろそろ素材にしなきゃなっていうぐらい、なんとなくちょっと、グラブル少しどんどん楽しくなってきたので、あのこれからね、あのエミリちゃんと一緒にあの、グラブルの講座番組もやったりするので、どんどん皆さんも一緒に楽しんでいきましょう。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。私から、改めましてルリア役の遠山奈緒です。今日本当に今毎年恒例のこの生放送なんですけれども、こうやって新しくゲストさんをお迎えしたりとか、もう回を重ねるごとに情報量が増えていくお知らせコーナーとか、なんかどん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 グランブルーの空は広がっていくなといつもワクワクしております。また詳しい感想とか皆さんのお便り交えながらグランブルーチャンネルでご紹介していきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。すごい口回るの。口回るリア。そして加藤さんお願いします。はい、私もですねこうやって生放送に出させていただいて、いろんな情報をね目の当たりにしてびっくりしております。あの最大ダメージ数って一旦であんなに出せるんだなっていうのを本当に感心しましたし、これからねどんどん極めていく方が増えていくのかなと思うと、今後の情報だったり最新情報もそうですけど楽しみにしております。これからもグラブル楽しんでいきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。では小野さんお願いします。はい、何よりここまで見ていただいて本当にありがとうございました。もうちょうど思えばどうして空青いのか、去年のイベントの時に復帰して始めているので、そこから1年がついに経ったという形になりました。でもまだまだ上には上がいるということをね、毎回この放送で思い知らされますので、これからも、グラブルの世界もっともっと僕なりに楽しんでいきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございます。よろしくお願いします。では福原さんお願いします。はい、まあ、4周年というところで、あの、まあ、3月10日で5年目を迎えるんですけど、まあ、これも過去4年間あの応援してくださったユーザーの皆さんの全部おかげだと思ってますので、まあ、今年は特にですね、あの月末のシナリオイベントとかを力入れたりも してるので、まあ、そちらもぜひ期待してもらえればと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。最後に木村さんお願いします。はい、4周年のアップデート情報いかがでしたでしょうか。あの、まあ、皆さんのプレイしているおかげでグランブルファンタジー、こう続けてこれてですね、まあ、5年目も、まあ、開発スピード去年より上がってきてると思いますので、これからもどんどんあの正しいアップデートをしていきますので、これからもグランブルファンタジーを、楽しんでいただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけでございますけれども、最終的に、はい、ね、どのぐらいの方が、はい、ね、最終的には104万と3000人という人数です。最高記録、ぶっちぎりで最高記録、兄弟ですよね。皆さんありがとうございます。皆さんのおかげでね、これからもグラブルがどん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 広がっていきますんで、これからも応援をぜひよろしくお願いしますね。ぜひぜひお願いします。さあ、というわけでぶち込めた、よし、ぶち込めました。というわけで本当にお別れの時間が迫ってまいりました。はい、はい、これからもですねグランブルーファンタジー4年目どうぞよろしくお願いいたします。3時間お付き合い、え、あ、4年目5年目あ、これ4年5年目って言っていいのも、これで丸4年がいって5年目に入ったってことですね。はい、よし、5年目もよろしくお願いいたします。というわけで3時間お付き合いありがとうございました。最後みんなでクレーンに向かってクレーンに向かってね、はい、行きましょう。せーの、バイバーイ。ありがとうね。また来
来年も会おうね。会いましょう。